こんにちは、ブリーヨです。今日は、余ったローズマリー、もう使わなくなって冷蔵庫に眠ってるやつとかあると思うんですけれども、そのローズマリーと、茹でたポテト、じゃがいもでフライドポテトを作ります。ではやっていきたいと思います。今日使うのはこれでしょ、お芋とローズマリーとあとお塩だけ。このじゃがいもはですね、これ生のように見えますけども、もう茹でてあります。じゃがいもは今日はここにあった男爵芋系のお芋なんですけれども、メイクインといって前も使いましたけど、煮崩れしないやつがいいですね。これも火が入ってるから周りをカリッと焼くだけで、あとローズマリーね。まずこれの皮むきます。はい、そしたらこれこんな感じでむきました。でこれなんですけども、一回茹でてから冷ましてます。茹でてすぐ切るとボロってなっちゃうので、一回冷やして、で好きな大きさに切ってください。冷やすとね、こんなにね綺麗にね切れるんですよね。厚みがある方が好きな人はそうだし、薄いのが好きな人は薄く。はい、で次ローズマリー。ローズマリーはね、さすがにねこのまんまね食べようと思ったらね食べられないんですけど、これをですね細かく切れば食べれる。これをこういうふうに保持層ね、取るときみたいにこうやって枝から取ってもらって、逆さの方にこうやって向けるとスーッと取れますから、取った後こんな感じになります。これは自分でどのぐらい長期保存もできるんで、いっぱいやってもらってもいいし、その辺は任せます。じゃあ私は枝2本やりますね。でこれを細かく切っていく。結構硬いから力入れてギュッギュッギュッってギュッて、である程度切った後に今度さらに切ります。これ作り置きもできるんですけど、やっぱり切った時が一番生だからね、香りがいいんですよ。なのでまあ、あまりにも大量には作らない方が、別に賞味期限はいくらでも持つんですけど、1ヶ月で使えるぐらいのね量がいいかなと思いますけどね。まあ余ってるローズマリーでやっていただければ。はい、できました。ローズマリーこんな感じでできて、お芋もこんな感じでねって感じです。で今これローズマリーだけなんですけど、これに同じ量ぐらいの塩を入れます。はい、これでローズマリー塩の完成です。これ瓶とかに入れて保存しておいてください。で強火で火つけてもらって、フライドポテトって言いましたけど、そんないっぱい油入れなくていいんで、こう焼くような感じ、ポテト中が生のポテトだとするとちょっと火が通るのが時間かかるんですけど、今日は茹でてあるんでもう焼き色つけるだけなので、あっという間。そしたらフライパンが少し温かくなったら油入れます。ちょっと青めの油で結構です。そしたらお湯を入れていきます。入れた時にシュワシュワシュワって音が出るぐらいが理想です。この辺がちょっと茶色くなってるの見えます？この辺が茶色くなってたらもうひっくり返すんですけど、フライパンの、あの火の当たる場所によってちょっと火力がね違うので、黄色が違うんで色を見てひっくり返してください。
もう全部いい感じかな。うん、こちらの麺もこんな感じになったらもう OK です。取り出します。油を切って、でポイントなんですけど、こういう風にお湯も今あげたじゃないですか。このあげた時にすぐ塩します。天ぷらとかもそうなんですけど、熱いうちに塩すると食材が塩を吸い込んでくれるんで、冷めてから塩するんじゃもう味が何だろう、塩と芋が別な感じに感じちゃうので熱いうちにする。これめっちゃポイントで、ここに塩、おいしくなれ見える、おいしくなれ、うん、美味しそう。もうこれで完成です。ちょっと飾りでね、乗せます。はい、完成です。